クリックもお手伝いしたかったのに危ないからダメって言われたの。これ父親かな？落ち着けよ。ルイージどうにかしろよ、おい。マリオやられたよ。マリオストーリー、ここからスタートなわけやね。やっと。プロローグ、星とマリオとクリボーと。なんだ？あ、森の中に。ってことは、ステージ1。で、クリボーがいっぱい出てくるってことやね。おなじみ。なんか来た、なんか来た、かわいい。星がいっぱい。めっちゃいろんな種類おるね。家族かな。でも一人なんか織姫みたいな格好のがおる。何？死んだの？死んだの？ああ、よかった。かなりダメージが大きいけど大丈夫みたいだわ。さすがのマリオくんもスタンの杖に力を手に入れたクッパにはかないませんでしたか。すごく見づらい字だな。なんかチカチカする。これは大問題ですな。復活させて。落ち着くのだ。マリオとわしらが力を合わせればまだ希望はある。マリオが立ち上がってくれるように今のわしらにできることをしようではないか。何？この人数分のなんか能力みたいなのに授けてくれる？皆の者、マリオに力を与えようぞ。そういうことやないの？どういうパワーかは知らんけど、今のわしらにはこれが精一杯だ。マリオよ、どうか立ち上がってくれ。あれかな？奇数とかかな？今ので、7期とか。お、なに？リボン？リボンがついたクリボー来た。確かこの辺に何か落ちてきたのよね。あれ？誰か倒れてる。もうちょっとさ、眉毛細くするとかさ、ちょっともうちょい可愛くしてあげたらいいのに。赤い服、この帽子、それにこのヒゲ、あの有名なマリオにそっくり。まさかこの人、本物のマリオ？ねえねえ、しっかりして。あ、まさかのクリボーの助けられる感じ。ごめんね、踏み潰すんじゃないんだね。どうしよう、全然起きないの。相棒かな。どうしよう、どうしよう、どうしよう。パパ、おじいちゃん、お兄ちゃん。いい子だ。復活したら自分たちが踏み潰されるかもしれんのに。マリオ、聞こえておるか、マリオよ。わしは星の精のチョール。お主に大事な話を伝えねばならぬ。ピーチ姫を救い出すためにも大切なことだ。だがあいにく、ここではあまり長い時間お主に話しかけることはできん。ゆえにマリオよ、星の降る丘に来てほしいのだ。頼む、マリオよ。わしらはそこで待っておる。目覚ましてから話してくれんかな。そんなんね、聞こえとるかどうかもわからんのに。ここから出発？うお、びっくりした。え、そこはクリボーじゃないんや。あ、マリオさん。よかった、気がついたんですね。何日もずっと眠ったままだったから、みんな心配してたんですよ。何日も？マジで？もしかしてクリボーが運んできてくれたとかかな？ここですか？ここはクリ村です。キノコタウンの西にある小さな小さな村ですよ。いや、やっぱりクリボーの村、みたいやけど。ここはキノピオの家？私の他にクリボーさんの家族が暮らしているだけなんです。え、小さすぎん？クリボーといっても、この村に住んでるクリボーさんたちはとってもいい人たちですよ。近くの森で倒れていたマリオさんをここまで運んでくれたのもクリボーさんたちなんです。うんうん。ありがたや。え、ヒゲの生えた星？その星に星の風呂を買い来るように言われたんですって？姿までちゃんと見えとる。いいえ、そんな星見てませんよ。それにこの家に出入りする人も見なかったですよ。ひょっとしたらマリオさん、夢でも見たんじゃないですか？まあ、とりあえず、でもその土地がちゃんとあるんやとしたらね、向かってみたら。でももしも夢でなかったとしたら、それは星の国に住むと言われている星のせいかもしれませんね。だって星の風呂を買って星の国に一番近い場所って言われてますから。星のせいのせいは？妖精のせい？違うんかな。とにかくマリオさんが元気いっぱいになってよかったです。よければクリボーさんの家族にも挨拶をしてくださいね。それはもちろん感謝の気持ちを伝えねばだね。あ、ちゃんと奥行きあるんやね。なるほど。
もしも疲れたらいつでもここに来てくださいね。ぐっすり眠れば元気いっぱいになりますよ。回復があるのか。ん？出たい。おお。方向も変わったぜ。これがキノピオの家。お、いっぱいおる。あ、ママさんかな。まあまあ、マリオさん、はじめまして。よかったわ。ずっと眠ったもんだから、とっても心配しましたよ。やあ、マリオ。おいら、クリオってんだ。マリオの大ファンなんだよ。マジで？どうやったらファンになれるん？だって、味方はみんな、味方というか、仲間はみんな、マリオに踏み潰されてきとるよ、今まで。憧れのマリオに会えるなんて、おいら気分最高だよ。これがお兄ちゃんかな。マリオ元気になったのね。よかった。クリコとっても心配したの。だってマリオ森で倒れてて、ずっと眠ったままだったんだもん。何日間もって言ったよね。やべえな、それは。お、おばあちゃんか？おう、あんたがマリオさんかいね。私はクリバーや、クリバーじゃよ。ばあさんのクリボーじゃからクリバーなんじゃよ。ほう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 。孫たちとはもう会いなさったかね。かわいい孫たちじゃろ。特にクリカは私の若い頃そっくりじゃよ。ほう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 。なるほど。自分に似てかわいいと。そういうことですか。お、おじいさんか。おっと驚きましたな。おや、あんたマリオさんじゃないかね。やっと目が覚めなすったんじゃな。よかったよかった。わしはクリジーですじゃ。じいさんのクリボーじゃからクリジーなんですじゃ。すまんが詳しい話は後にしてくだされ。物干しの修理をしていて手が離せませんのじゃ。あら、それは大変ですね。なんか壊れてんのそれ。普通に大丈夫そうに見えたけど。あれ、父親がいないな。お、これは。待って。え、位置がよくわからない。え、これは取れないやつ？どの辺？あ、これか。このブロックを叩くとここまで遊んだ内容をセーブ、記録できます。あ、そういう？もしもゲームオーバーになっても一番最後にセーブした状態からゲームを続けられます。冒険している途中、このブロックを見つけた時は叩いておきましょう。なるほど、なるほど、そういうことか。オッケー。クリコもお手伝いしたかったのに危ないからダメって言われたの。これ父親かな？落ち着けよ。やあやあマリオさん、体の方はもう大丈夫ですかな？どうか私の自慢の家でゆっくりくつろいでいってください。地震であちこち壊れてしまって修理をしている途中ですが、なかなかいい家なんですよ。この門もようやく修理が終わったところなんですよ。地震っていうのはあのクッパのやつかな。なんと、すぐ出発されるんですか？星の風呂を買い行かれると。そいつは確かキノコタウンの近くにある丘のことですな。この道をずっと行ったところが、キノコ城のあるキノコタウンです。星の風呂かはその少し先ですよ。お会いしたと思ったらもうお別れだなんて残念です。またいつか訪ねてきてください。頑張ってね、マリオ。お？ひぃひひひぃ。あのおばあさんやない。ほらほらほら。クッパの後ろにおったやつ。すぐここにおること嗅ぎつけてきたの。ひょ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 。もしやと思って来てみれば。クッパ様にあれだけコテンパンにやられながら、未だピンピンしとるとは。やはりマリオは油断できないやつじゃ。見に来てよかったわい。なになになに？ねえねえねえ、あれなにパパ？変なのが浮いてるよ。変なのとは失礼な。わしにはカメックババというすんばらしい名前があるのじゃ。すんばらしいかな。えい、こんなやつには関わっておれんわい。マリオ、ピーチ姫を助けに来ようったって、無駄無駄、無駄じゃぞ。今のクッパ様はこれまでとは一味違うぞ。昔のようにはいかないのじゃ。お前にはこれをプレゼントじゃ。なに？なんかくれるの？え、なに？ブロック。ああ、せっかく修理したって言ったのに。もう、ひゃ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 。マリオよ、お前はここでクッパ様の大活躍を指を加えて見ているがよい。ざまあ見ろじゃ。なに？どういうこと？ひょーひょ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 。通れんようにされたってこと？ジャンプで越えれるんやないん。せっかく修理したもんが。ねえ、せっかくって言ったのに。いや、そんなことよりも、先ほどのカメックババとかいうやつ、何やらピーチ姫がどうのと言っておりましたが、もしかしてピーチ姫に何かあったのですか？一国の姫の、大変な、ねえ、状態ってそんなに知られんもん。なんと、ピーチ姫がまたクッパにさらわれてしまったですと？もう、またって言うやん。なるほど。ピーチ姫を助けるために星の風呂から行かなくてはならないんですな。
これはますます困りましたな。パパ、なんとかしなくちゃ。マリオがピーチ姫を助けられなくなっちゃうの。おー、そうだ。クリジーが持っていたでかいハンマーなら、このブロックを壊せるかもしれませんぞ。確か今、物干しの修理に使っているはずです。我ながらグッドアイディアですな。マジか。超えていくんじゃなくてぶっ壊すんですね。クリジー、クリジー。用事ができたよ。え？びっくりした。え？いや、ないんよね。え？バグったんかと思った、めっちゃ。本当にないんや。壊れてるじゃねえか。何やってんだよ、クリジー。うわ、ペラペラ。おい。ここはどこなの、しかも。あ、おったおった。いや、誰かと思ったらマリオさんでしたか。なんで平気な顔でいるんだ。何やらズシーンと音がした途端、物干しがドドーッと崩れて落っこしてしまったんでしょ。マリオさんも落っこしてきたんですな。物干しがなくなっていたからびっくりしましたじゃろ。いやいやいや、危なすぎ。家に帰ろうと思ったんじゃが、ほれ、そのブロックが帰り道を塞いでおりましての。こっち側にもあるんやね。もう村の出口すべてを塞いでるって感じ。これこれ、このブロックが邪魔なんですじゃ。まったく困りましたわい。ん？ハンマーじゃと？どこに行ったかの。てか、こんなものを壊せるぐらいのレベルのハンマー、一緒に落ちてきたんやろ。超危険やん。物干しの修理に使っておったから、その辺に落ちてるはずじゃが。この辺には見当たりませんな。向こうの空き地にでも落っこってしもたんじゃろ。マリオさん、探しに行きましょう。向こうの空き地？あ、ついてくる。お、これは、ヒップアタックできるんやない。どれでできるんやろ。どれでできるんやろ、全くわからねえ。あ、全くわからねえ。こうか？これか？いや、違うな。あ、全くわからねえ。もういいよ、次行こう。全然わからねえ。おそらくハンマーはこの辺に落ちてると思いました。こんなやつですじゃ。まあ、大体のハンマーはそんなもんやと思うよ。気になる草むらなどがあれば近くに寄ってみなされ。マリオさんの頭の上にびっくりマークが出たら A でその場所を調べることができますじゃ。ふんふん。あれ？この辺とかはないんか。お！めっちゃ揺らしよるけどコインが1個出てきただけやった。くコイン。このキノコ取れる？取れんのか。ここはここはコインが2枚。ここはここもコイン。ここは調べたとこかな。コインが1枚。そしてお、ありそう。ハンマーを見つけた。マリオはハンマー攻撃ができるようになった。ハンマーで黄色ブロックを壊せるぞ。お、それじゃそれじゃ。あそこからここまでぶっ飛んできたとか。めっちゃ飛んどるね。マリオさんならそのハンマーでさっきのあのブロックを壊すことができるじゃろうて。ハンマーは木などを叩いたりして揺らすこともできるんでしゃ。 B を押すとハンマーを使いますぞ。ふんふん。木を揺らす。あ、なるほどね、そういう。てかこれダッシュとかはできんのか。これがダッシュなんかな、通常の状態が。さて、ハンマーも手に入れたことですし、そろそろ家に向かいましょうぞ。何？どうした？なんか来た、なんか来た。なんだお前らは。ここは俺の遊び場だぞ。誰？かわいい。無断で入ってくるなんて許せないぜ。お、戦闘か。お前らみたいな奴らは、このこ、コアッパ？コクッパ？コアッパかな。様が痛い目に合わせてやる。マリオさん、こいつは、コアッパと言って、この辺のガキ大将でしちゃ。なに、マリオさんには朝飯前でしちゃ。一発ガツンと気合を入れてやっつけてくだされ。わしも気合を入れて、後ろから守っていますからな。ハンマー攻撃。戦闘でも使えるんやね。ねえ、普通に攻撃した時と同じなんやけど、ダメージ量。おー、ナイスでしちゃ。その調子でガンガン行くとよろしいですぞ。お互いに1か。
めてこれ1以下はないんやけんさ。踏みつぶそうがハンマーだろうが同じってどういうことやねん。相手の体力とか見えんの。ん？まだまだこれからだぜ。自分の体力しか見えないな。あんなの一発で殻が割れんとおかしいやろ。おお、こうなったら奥の手だぜ。パワー全開。何そのまだ力全然出してませんでしたみたいな。ねえ、ピンチなんですけど。お、いけた。やったね。なんか出てきたよ。マリオさん、お見事でした。スターポイントをゲットですぞ。スターポイントとは敵を倒すともらえるものでした。100ポイント貯めればレベルアップすることができるんでした。頑張って貯めてくだされ。20スターポイントゲットー。チクショー、せっかくこれからだったのに。覚えてるよ。力を発揮する前にやっつけてやったぜ。本当に覚えてるよ。そんな念押ししていかなくてもいいよ。あ、これでこれを叩けばいいってことか。え？叩けた。なんかさ、あれよね、奥行きどの辺なんかが全くわからんね。どこだよこれ。あ、出た出た。やったー。このブロックを叩くとハートポイントが全回復します。ハートポイントなんやね、ヒットポイントじゃなくて。これは壊せんのかな、さすがに。うえい、なんかビリビリビリってなった。体が。これジャンプできるよ。なんかこれこれ、よーん。あ、見て見て、ファイヤー、ファイヤーフラワーゲット。アイテムとは敵を攻撃するときやハートポイントなどを回復するときに使うものです。左を押すとマリオが持っているアイテムを見ることができます。見れないですけど。これか。なるほどね。スイッチのコントローラーやけん、ボタンは違うんやね。さっきのってあれやろ、64のコントローラーで言ったら C ボタンってことよね。良いですかな、マリオさん。この先にはクッパの手下のクリボーたちがおりますちゃ。マリオさんを見つけたら襲ってきますぞ。あ、君たちとは違う悪いクリボーなわけやね。フィールドにいる敵をジャンプやハンマーでうまく攻撃できれば、バトルに入った時に先制攻撃ができますちゃ。マリオさんも敵を見つけたら一発ガツンと決めてやってくだされ。フィールド上でやっつけることはできんのやね。間違えた。ピイ！振りかぶったところで止まってしまった。クソ。なんてことだ。ファイヤーフラワーとかはやっぱり置いと、あれは何回か使ったら消えるんかな。とりあえずハンマーはずっとあるけど、使用回数みたいなのが決まっとんかな。お、2回で。2スターポイントゲットー。あれが気になるんやけどさ、あそこには行けないのか。これ壊せるんやないん。壊せんかったわ。全く壊せんかったわ。あい、もう振りかぶったところ、もうちょっと手前でやらんといかんのやね。こいつはトゲクリボーでした。頭にトゲをつけておりますんじゃ。うっかり踏んでしまうとダメージを受けてしまいますぞ。ことはこいつはもうハンマー一択ってことやんね。へい。体力は同じぐらいかな。うえ、頭からぶっ刺さってきた。恐ろしい。まあ、やっぱ帽子かぶっただけやけんね。体力は同じなんやね。これもしかして跳ねれる？あれ、ジャンプとかできん感じ？くっそ。絶対ビヨーンっていけると思ったのに。あ、こっちから。やっぱりまた。ジャンプとハンマーが同じっていうのがやっぱりね、私は納得がいかないんだが。絶対違うやろ。そこパワーアップするべきやと思うよ。これ何？星のかけらをゲット。綺麗な星のかけらです。何に使うかお楽しみに。そんなもったいぶらずに教えろよ。なんかあれやね、おなじみのキノコじゃなくて、なんか普通のキノコが生えとるけど。えい！やったー！先制攻撃成功！おじいちゃんも一緒に殴った気がする。お、羽が取れたよ。いいですかの、マリオさん。こいつは飛んでおりますからな。ハンマー攻撃は届きませんぞ。届いちゃったよ、さっき。こういった空中の敵はジャンプで攻撃するんでした。ジャンプは後ろにいる敵を攻撃することもできますぞ。覚えておいてくだされ。
普通は後ろの敵は攻撃できんの。とりあえずこいつ落とせばいいんよね。オッケーオッケー。じゃあここから普通に攻撃やね。体力めっちゃピンチなんですけど。あ、やっぱ先制攻撃しとった分体力は減っとるんよね。なるほどなるほど。ね、そろそろ回復せんとやばくない？ブロックがどこかにあっていただきたいんだけど。6スターポイントゲット。あ、ハート落ちてくるやん。なるほどね。敵が落とすのもあるんや。ほうほうほう。はあ、やれやれ。マリオさんのおかげで、なんとか家に帰れましたわい。やっと帰ってきたんか。え？あ、ここ？ここか。おっと、鍵がかかっておりましたかな？すぐに開けましちゃ。ふう、来た来た。あ、じいちゃん、どこ行ってたんだよ。びっくりしてよ、じいちゃんが物干しごといなくなってるんだもん。え、みんなは何？落ちんかったん。あんなの普通に出ていくやろ。おじいちゃん、クリコとってもとっても心配してたの。おー、すまんすまん、心配かけてようじゃの。無事に帰ってきたぞ。すごい、ニッコニコやね。孫にデレデレだよ。そうじゃ、マリオさんにいいものを差し上げましちゃ。ちょっとお待ちくだされ。何？マリオっていつも悪い奴らをやっつけてるけど、やっぱり体を鍛えたりしてるの？そんなシーン見たことないけどね、マリオで。おいらいっぱい本を読んだり、じいちゃんやパパからいろんな話を聞いて勉強してるんだ。それにマリオみたいになりたくて、毎日トレーニングしてるんだ。すごく強くなったんだよ。マジで？その辺のクリボーより強いかな？クッパの手下たち。お兄ちゃんの頭ってすっごく硬いのよ。ゴツンってされたらお星様が見えるんだから。マジか。お兄ちゃんの強さの自慢なんかするなよな。へへ、照れるじゃん。その辺のクリボーは一発でね、マリオに踏みつぶされたりとかするよ。お待たせしましたな、マリオさん。あ、なんだよ、じいちゃん。今話の途中だったのに。何かくれるの？おう、そいつは悪かったの。実はこいつをマリオさんに差し上げようと思っての。ん？ガツンジャンプのバッジをもらった。大きな攻撃力で敵を踏みつける。お、攻撃力アップ？これで。これはバッジと呼ばれるものでしちゃ。このガツンジャンプをつけると敵に大ダメージを与える技を使えるようになりますちゃ。ここで大事なことは、バッジはつけて初めて効果が発揮されるということでしちゃ。まずはやってみるのが良いですからな。バッジの付け方と外し方を覚えましょうぞ。1個までしかつけれんのかな？あ、聞きます。それではスタートを押してくだされ。メニューが開きますぞ。スタート。プラスってことか。バッジの付け方、外し方の説明をします。3D スティックでバッジを選んでください。バッジ。A ボタンでバッジに入ります。A ボタンで全てのバッジに入ります。バッジをつけるとき、バッジポイントを使います。このバッジは、バッジポイントを1使います。コストってことかな。バッジポイントを1使ってバッジをつけました。もう一度 A ボタンを押すと外します。ふんふんふん。バッジを外しました。バッジポイントも元に戻ります。うん、コストってことやね、要は。ちなみにガツンジャンプの技を使うにはフラワーポイントが必要なんでしちゃ。何？え、また別のポイントがいるん。帰ってくる途中、こんなブロックがあったのを覚えていますかな？うんうんうん、ハート。実はこのブロックは、何ポイントって言ったっけ、これ。だけでなく、ハートポイントって言ったっけ。フラワーポイントも全開するんでしちゃ。ハートポイントやフラワーポイントが少なくなった時には、このブロックを利用してくだされ。そうそう、マリオさん。ばあさんから聞きましたが。なんでもクッパにさらわれたピーチ姫を助けに行かれるそうじゃの。もう早く行かんとね。ルイージは今のどうしようんやろう。定期的に、一方その頃ルイージは、みたいなのが欲しいんやけど。マリオならクッパなんて簡単にやっつけちゃうよね。うんうん。先ほどのハンマーはマリオさんが持っていてくだされ。大丈夫？修理いっぱいあるみたいやけど。わしももうちょっと若かったら、マリオさんの冒険のお手伝いをしたいところなのじゃが。この歳になると腰が痛くての。いいよ、おじいちゃんはついてこなくて。いいなぁ、冒険か。かっこいい。おいらもいつか冒険したいな。今ではないんよね。クリコも。まあ、まだ、幼いんかな。おお、そうじゃ、クリオや。お前、マリオさんについて行って、ピーチ姫を助けるお手伝いをするとよかろうて。あ、マジで？
可愛い子には旅をさせろってことね。良い機会じゃ。お前もそろそろ一人前にならんといかんからの。え？いいの？じいちゃん。本当に？おいら行ってもいいの？マジか。仲間性？やったー！マリオ、おいら頑張るからね。まあ、でもそっか。単性の戦闘で、ああいう感じやったら仲間もありな、いやね。普通の RPG って感じや。クリオが仲間になった。これからも増えていくかな。下ボタンを押すと今いる場所のことや近くにいる人や物のことをいろいろと教えてくれると。多分、B ボタンでいけるんかな。気になるところではどんどん使ってみよう。クリオはバトルでも役に立つと。敵を頭突きで攻撃するクリオ頭突きや、敵の特徴やハートポイントなどがわかる物知りという技を持っているぞ。お兄ちゃんよかったね。その技を使うんと相手の体力は見えんのや。マリオさんやクリオをよろしく頼みますじゃ。さて、わしはうちで一休みさせてもらおうとしようかな。見送ると思わず泣きべそかいてしまいそうですからの。おじいちゃんが可愛い可愛い孫やけんね。さあマリオ、レッツゴーだよ。って言いたいところだけど、マリオのハートポイントが少し減ってるみたいだよ。まずはキノピオハウスでハートポイントを回復しようよ。じゃあ眠ってきますか。お、ついてきよる、ついてきよる。間違えた。キノコハウスを潰すところやった。寝まーす。どうやって寝るんだ？話しかければいいんかな。ここは心も体もリフレッシュっておなじみのキノピオハウスです。ぐっすり眠ればどんな疲れでも吹き飛びますよ。泊まっていきますか？はい。ごゆっくりどうぞ。なんか吸い込まれた。クリオが、ペラペラ。便利やね。どこでも入っていけるよ。よく眠れましたか？それでは元気でいってらっしゃい。おい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか思った以上にめっちゃ普通にしっかり RPG って感じやったね。私めっちゃ RPG ってついとるとはいえ普通にマリオやと思っとったけん、ちょっとびっくりした。踏み潰せんのや、とか。いろいろとね。